はい。世界の方から見せてください。はい、そうですね。今日で一応追い込み練習は終わって、まあこれから調整の段階に入るんですけど、そうですね。まあこれからやることは疲れを抜くことと減量ですね。あのタイに行かれてた、はい、はい、その成果っていうのはどうでした？はい、そうですね、すごく感じてますし、まあ、今日の公開練習でもあえてタイの成果がわからないようにパンチしかやらなかったんですけどあとは試合で見てもらえればその違いはわかると思います。先月の半ばぐらいまででしたっけ？どれぐらいの期間？3週間ですね、うん、7月、まあ、下旬から8月中旬頃まで、はい、シソンビのジムだけ？そうです、だけです、はい。実際いろいろ、はい、いろんな練習、はい、シティチャイとか練習って話をされてましたね。まあ、シティチャイと、まあ、よく一緒に練習しました。ずっとスパーリングも首相撲も一緒にやって、はい、タイを練習場所に選ぶというのはちょっと意外な感じがするんですけど、はい、あ、本当ですか？あ、よく言われるんですけど、はい、そうですね、その、なんていうんですかね、僕には必要だと思ったんですよね、タイ修行が、うん、どういう部分で？そうですね、まあ、詳しいことは言えないんですけど、多分試合で見てもらえればそれはすごくわかると思います。これ自分で必要だと思ったから、はい、自ら名乗り出てみた。あ、そうです、はい、今自分にとって何が必要かって考えたときにこのタイミングでタイに行くしかないと思いました、はい、実際、まあ、特にシティチャイとやってみてどうでした？はい、そうですね、やりながらすごく勉強になってるのが大きいですね。例えばムエタイでも一流ですし、まあ、ヨーロッパでも、まあ、本当トップクラスの選手なんで、まあ、そういう選手とスパーリングしていろいろ吸収できるものがたくさんありました。他はどういった選手だとか、まあ、はい、近い階級の選手だとかもいました？近い階級の選手はあまりなかったんですけど、結構階級みんな上で、シソンピーのジムが結構タイ人でも大型の選手を集めてて、だからなんていうんですかね、あんまり同じ階級っていうのは別に階級はあんまり気にしなかったですね、普通に、はい、吸収できるものは吸収して、まあ、相手が大きいカロはスパーリングしたら絶対負けないっていうつもりでやってました。もう一日中練習漬けみたいな感じで集中できる環境だったと思う。そうですね、はい、練習のことしか考えなくていいんで、まあ、ある意味、まあ、日本にいるより楽だったかなっていう、はい、朝5時に起きて走って練習して、でご飯食べて昼寝して、でまた午後の練習があって、でご飯食べて早く寝るっていう、もうそれ、もう本当格闘技が強くなるためだけに生活してたんで、
何時ぐらい寝るんですか。9時ぐらいに寝てましたね。はい、朝5時なんで、はい、それで日本帰ってきてからの練習っていうのもそれ反映させたものになる感じでしたか。はい、そうですね、まあ2部練ではないんですけど、まあ、朝起きる時間は一緒にしてロードワークして、で午後のここの練習に集中するっていう感じですね。コンディションを崩すことはなかったですか、向こうで。コンディションですか、うん、そうですね、最終日ちょっとだけ風邪気味になっちゃったんですけど、まあでも3週間いてほとんど体調崩さず練習できました。もちろん今回のタイトルマッチ防衛戦も大事ですけど、はい、どっちかというとその11月のタイトル挑戦というのを見据えてみたいな。はい、そうですね、はい、まあ、そういうのを見据えての大修行でもあります。はい、日本に戻ってジムでスパーリングとかして、はい、なんか周りの練習してる人がやっぱ変わったとか、なんか、はい、すごく言われました。はい、変わったって言われますね。まあ、今回のジュアン戦でその辺、はい、やっと初めて見せる感じですよね。そうですね、そこで見せます、はい、自分の中では相当な手応えがあるっぽいですね。すごく手応えありますね、はい、自信あります、今回の試合も。結構じゃ今回は対戦相手どうこうよりもやっぱ自分 の新しい動きを出して仕掛けつってのがテーマです、はい、そうですね、はい、そしてやっぱり僕に求められているのは KO だと思うんで、もちろん KO をしなければいけないと思ってます。はい、ヘルマンダメでやって以来の、はい、まあ、メインですけど、はい、まあ、こうやってもメインまたタイトルめっちゃ締めて、はい、意味では何かこう心境とか気持ちというのは、まあ、どんな気持ちですか。まあそうですね、楽しみだっていうのは自分の中でもすごく楽しみだっていうのが一つありますね、はい、そして11月もあるんでモチベーションはすごく高いです。タイで練習してきたことを、はい、タイでなんか実践で、はい、相手に対して思いっきりやってみたいではないですか。やってみたいですね、思いっきり、はい、スパーリングでも結構いろいろ試してるんですけど、スパーリングは大きいグローブでヘッドギアつけて、まあ、レガースもつけるんで、そのレガースとかグローブとか小さくなってレガースつけないでヘッドギアなしでやったらもっと効果的に相手を効かせられると思うんで、そういう意味ですごく楽しみですね。今回石川選手の引退式もありますけど、はい、なんか思うところありますか。はい、もちろん、はい、あります。石川選手の引退セレモニーがあって、で石川選手のファンの皆さんが来るんで、まあ、僕は格闘家なのでリングの上でそういういろんなものを表現したいと思います。そして皆さんに伝えたいと思いますね。
ちなみにさっき11月の話もありましたけど、はい、じゃあ高野選手とか、はい、なんかタイム練習したこととか全く何も話してないですか、はい、いや何も話さないです、はい、ここに練習、まあ、一緒に練習することもかぶってる時もあったんですけど、あんまり見られないようにしてましたね、はい、じゃあその一緒に練習顔を合わせるときは、はい、タイでの練習内容がなるべく出ないようにしてたような感じでした、はい、まあ、スパーリングとかやることないですし、ミットも一緒にやることないですし、ただまあ、シャドウとか僕がしたりすると、こうそういう時はやっぱり気をつけて見られないようにしてましたね、はい、どこが変わったんだろうって僕は見てくると思うんですけど、そういうとこは情報は漏らさずに